明けましておめでとうございます。ぬくみめるです。寒い中足を運んでくださってありがとうございます。私は今年は記憶っていう文字を書かせていただいたんですけど、これは今年は皆さんの記憶に残る1年になってほしいなっていうのと、自分自身の記憶にも残る1年になりたいなっていうのと、あとは単純に記憶力を上げたいなっていうのでこれを書かせていただきました。今年も1年よろしくお願いいたします。皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。そして肌寒い中お集まりいただきありがとうございます。私の今年の抱負は信じるの信です。自分もそして支えてくださる皆さんのことも信じる一年にしたいと思っております。改めて本年もよろしくお願いいたします。はい、皆様新年明けましておめでとうございます。浅川奈々です。いろいろ大変なご時世の中、こうしてたくさんの方々にお集まりいただき、そしてこのようにABEXの一堂で、ご挨拶させていただける場を設けていただき本当にありがとうございます。私浅川はですね、落道という言葉を書きました。これは完全なる造語だと思うんですけれども、私自身楽しいことが大好きな人間なので、楽しく生きていきたいなということと、あといろいろ活動的に動いていきたいなという思いがあるので、公私ともに楽しく動く、そんな1年にしていきたいと思っております。皆様本年もよろしくお願いいたします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。福山あゆみです。今年もよろしくお願いいたします。私は世界という文字を書きました。この世界は世界のいろんなところを行って実際にこの目で見たいっていう思いもありますし、お仕事の面では新しい世界、いろんなお仕事のこういう世界、ああいう世界をいろいろ見て勉強していく一年にしたいなと思い、世界を描きました。皆様、新年明けましておめでとうございます。古田愛理です。そして寒い中お集まりいただきありがとうございます。私は、幅という字にしました。今年はいろんな幅を広げたくて、お仕事の幅 を広げたいし、もう22の年なので、人脈とかいろんな幅を今年は広げたいなと思って幅にしました。本年もよろしくお願いいたします。皆様、新年明けましておめでとうございます。高石あかりです。私は目という字を書かせていただきました。昨年はいろんな作品に、と関わらせていただいて、本当に種まきをした一年だなと思っています。今年はその種が芽吹く年になればいいなと思います。そして来年はその芽が咲いたらいいなと考えております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様、新年明けましておめでとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いいたします。カノンです。私は華やかの花という字を書かせていただきました。お仕事的にも華やかな一年になるよう、そして花を咲かせられるようこの文字を選びました。そして名前がカノンというので、その花と書きましてこの文字を選びました。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、新年明けましておめでとうございます。高坂樹里です。私は前進という文字を書かせていただきました。2024年は高校を卒業する年でもあるので、一歩一歩慎重にお仕事の面でも一人の人間としても何事にも前進して取り組めるようにこの文字を選びました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。最後、平みどりさん、お願いします。
皆様、新年明けましておめでとうございます。平みのりです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。私は極めるという字を書きました。昨年、岡山県から東京に上京してきて、たくさんの経験を積み重ねることができたので、今年はモデル、女優、アートの三本軸を極めていけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。私は今年は明るく行きたいなと思ったので白の振り袖にさせていただいて、でもどこかちょっと大人っぽい女性らしさも欲しいなと思ったので、このゴールドが入った振り袖にしました。すごくお気に入りです。古典文様の松と牡丹、そして、金箔の入った華やかなお着物を着させていただいております。年齢とともにいただく役であったりは変化してきているので、今年は自分自身も変化していきたいなという思いで、大人っぽいお着物を選ばせていただきました。はい、浅川奈々です。私はですね、今まで結構明るい可愛らしいお着物を着させていただくことが多かったんですけれども、今年は白地に紫とピンクと茶色が混ざったような柄になっていて、四季の花々が散りばめられたそんなお着物を着させていただいております。本日のこの ABEX の、女性陣の中で私とゆうのちゃんとかのちゃん3人がですね、24歳で最年長ということで、なんだか私たちもそんな一番上の年齢になってきたんだなということも感じつつ、少しずつ私自身も大人っぽく成長していけたらなと思っているので、ちょっと渋めというか華やかな渋めなお着物を着させていただきました。はい、私は、深緑のお色を選んだんですけれども、深緑は結構大人っぽいイメージあるんですけど、こういう花だったり首元のパールだったり小物や花柄で、まだフレッシュなパワーを、これからも私らしく元気いっぱいなイメージを見せていきたいなと思っているので、全体的に明るく華やかな着物を選ばせていただきました。はい、私はクリームベージュが基調となった、いろんなお色味が入っている上品なお着物を選んだんですけど、今年も身も心も上品な素敵な女性に成長できるように頑張りたいなと思っているので、こちらを選ばせてもらいました。はい。はい、高石あかりです。私は赤色のグラデーションを選ばせていただきました。下には紫色があって、それがグラデーションで、ここには赤色の、お着物を選ばせていただいたんですけど、すごく華やかな1年になりますようにと願いを込めてこの色にさせていただきました。よろしくお願いいたします。はい、カノンです。私はライトブルーの振り袖を選ばせていただきました。大人っぽいけどまだ少し子供のあどけないカラーであるかなと思っています。そして上品で品のある振り袖で、私もそういった女性になりたいなという思いも込めてこの振り袖を選びました。大阪ジュリです。私は赤を基調とした振り袖を選ばせていただきました。赤色の華やかさもありつつ、柄は少し古典的で渋めの赤色なので、今年1年周りに流されず、自分らしい1年にしたくて、気合を入れてこちらの振り袖を選ばせていただきました。はい、私は白のベースのお着物に、ちょっと赤とか茶色とかの模様が入っていて、帯は黒でかっこよく決まっているお着物を選ばせていただきました。今年はクールビューティーに芯のある女性になりたいと思ったので、このお着物を選ばせていただきました。ありがとうございます。メレルさん、ABEX
ては今年は4年ぶりの晴れ着のお披露目会です、はい、ゆるるさんご自身としては成人式以来の晴れ着のお披露目になりますが、いかがですか？そうですね、割とあっという間だったので4年も経ったんだって今思ったんですけど、また改めてこう振り袖着ると背筋が伸びた気がして、毎回この4年ぶりなんですけど、この回がこの回こう言って開けるのがすごく嬉しいです、はい、今日は皆さん何時ぐらいに入ってお支度したんですか？それぞれなんですが、何時だろう、8時とか9時とか、はい、割と早めでした。そういう時って皆さんどういう雰囲気なんですか、うん、ワイワイした感じですか、それとも緊張した感じなんですか？こういう雰囲気でした。でも食べたりおにぎり食べたりっていう感じでした。写真撮ったりみたいな、はい、明るかったです。そして平さんは今年20歳になられるということで、20歳になる改めて気持ちを聞かせてもらえますか？そうですね、もう次20歳でもう今年ラストティーンになるので、その20代になるまでに、そのなんだろう、自分の基盤をしっかりと固めて、次のステップに進めていけるような20代になれたらなと思います。そしてお隣の高坂さんは18歳という新成人ということで、はいはい、新成人を迎えた気持ちを聞かせてもらえますか？はい、私にとって成人っていうイメージはすごく大人で、やっぱ一歩上っていう感じがしてたんですけど、いざ18を迎えると意外とそんなことがなくて、まだ自分は子供だなっていうことが多いんですけど、やっぱり高校卒業するにあたってこれからの進路だったり自分が何をしたいかっていうふうに自然に考えるようになったので、ゆっくりですが一歩一歩素敵な大人になれたらいいなというふうに思っております。今日 AMX のお姉様たちがたくさん、ね、はい、いらっしゃいますけれども、はい、何かお祝いのメッセージとかいただきました？誕生日の時にありがとうございます。やっぱなかなかお会いする機会がないので、こうやって素敵な先輩方と一緒に登壇できるというのはすごく幸せな気持ちでいっぱいです。そして24歳の3人の皆様いらっしゃいますけれども、新成人の皆さん、高坂さんにでもいいですし、何かお祝いの言葉とかメッセージいただけますか？はい、私が18歳だった時はこんなにしっかりしてなかったので、隣で彼女の言葉を聞いて感銘を受けています。きっとしっかりした大人になると思うので、成長を楽しみに母親のような気持ちで見守っています。おめでとうございます。はい、浅川奈々です。うちの可愛い高坂ちゃんが18歳ということで、改めておめでとうございます。心では思ってたんですけどね、口にちょっとまだ出してなかったんですけど、でも世の中的にも18歳が新成人ということで、まあ、まだ20歳までねできないこと、お酒だったりとかがちょっとできなかったりとかはしつつも、まあ、大人の仲間入りということなので、まあ、小坂ちゃんも含め新成人の皆様には、まあ、羽目は外しすぎず、まあ、楽しい残りの、ね、2年間、20歳までの2年間も、まあ、大人であり子供である一番素敵な期間かなと思うので、楽しく生きていっていただけたらなと思っております。おめでとうございます。大原優乃です。高坂さん、そして、新成人を迎えられた皆様、おめでとうございます。私も、人生のちょっと先輩ということで、背中を見せられるような、かっこいい女性になれるよう私も頑張りたいなと思います。先ほど皆さん絵馬を見せていただいたんですけれども、改めてもう少し具体的にですね、今年やりたいことですとか目標などありましたら、先ほどと同じようにですね、挨拶の順番でお願いできますか？そうですね、私は記憶っていう文字を書かせていただいたんですけど、まあ、今年は本当に去年が結構自分的に焦っていた1年だったので、本当に3ヶ月ぐらいに感じた1年で、ちょっともったいないなって今年、去年の終わりぐらいに思ったので、今年はお仕事は、まあ、演技だったりバラエティモデル全部大好きなことを、その時やりたいことを全力で取り組んで、記憶に残る皆さんの1年になれたらいいなって思っております。焦っていたっていうのは何かあったんですか？その何ですかね、まあ今一番やりたいと思っている演技のお仕事が
自分の気持ちと合わずに、なんて言ったらいいんですかね、もちろんやりたいんですけど、焦ったまま取り組んじゃってた部分もあったので、落ち着いて丁寧に一つ一つ自分の満足いくような結果を残せるように、今年は大人になりながら頑張りたいなって思います。はい、はい、信じるの信なんですが、昨年は先ほどもお話しさせていただいたんですが、教師の役であったりだとかアクションだとか今までにない役を演じさせていただいて、今までにない経験をさせていただいた分、自分に対して悔しい思いもたくさんしてきたので、今年はより役を生きられる、俳優になれるように頑張りたいなと思っております。はい、浅川奈々です。私は造語なんですけども、楽童ということで、私自身お仕事を一つ一つ本当に楽しんでやらせていただいてて、どの現場もキャストの皆様だったりスタッフの皆様とこうお話ししたりコミュニケーションを取りながら一つの作品を作っていくっていうことが、生きがいでもあり楽しさでもあるなっていうふうに思ってるので、そこの部分は変わらずに楽しく一つ一つの現場を大切に務めさせていただきながらも、やっぱり女優としてすごくなんていうんですかね、一つ一つの作品で濃いお芝居を届けられる人間になりたいなというのと、プライベートでは個人的にディズニーランドが大好きなので、年間50回を目指して、はい、昨年が30回ぐらいだったので今年は50回を目指して頑張っていきたいなと思っております。福山あやみです。私の世界なんですけど、昨年舞台のお芝居を初めてさせていただいて、で私自身もお芝居の経験があまりなく、昨年しっかりどっぷりと舞台で経験させていただき、お芝居の世界を経験して、もっと今年もお芝居の世界だったりテレビのお仕事ももっと頑張っていきたいので、テレビの世界だったり、あとそして、こういう海外もいっぱい、自分自身、今今年22歳になる年なんですけど、今のうちに動ける時にいろんな世界もこの目で見てみたいなっていう思いもあり、世界を描きました。はい、ありがとうございます。はい、古田愛です。私は幅という字なんですけど、ね、やばい、私も22の年になって、ちょっと東京で、たくさんお友達が欲しいなと思ってる時期であって、人脈とかの幅を広げたりだとか、お仕事、もちろんその演技の役の幅っていう意味でもあったりとか、お仕事、例えばお芝居以外にも、なんか地元のお仕事とかたくさんの、幅を広げていきたい一年にしたいので、幅という字にしました。頑張ります。高石あかりです。目という字を書かせていただいたんですけど、昨年は先ほど言ったその種を任せていただいたという一年だと思っていて、それがだいたい映像だったりすると1年後に、公開だったりするんです。ですると今年皆さんに見ていただける機会がすごく多くなっているのかなと自分でも思っているので、そうしてゆっくりと皆さんに着実に知っていただける場が増えたらいいなということで、目と書かせていただきました。よろしくお願いします。カノンです。花という字を書かせていただきました。私はモデルの仕事が多いんですけど、そのお芝居もこれからたくさんやっていきたいなという思いで、華やかにという花を書かせていただきました。私は生まれ育ちがアメリカのロサンゼルスで、英語を話すことができるので、いずれかは英語を話す役でしたりとか、アジア人代表として海外の作品とかに出れたらいいなという思いで、この華やかという字を書かせていただきました。頑張ります。平みのりです。私は極めるという字を書かせていただきました。先ほどモデル、女優、アートの三本軸で、
頑張っていきたいとお話しさせていただいたんですけど、まずモデルでは今雑誌のセブンティーンという専属モデルをさせていただいてるんですけども、そこでも活躍して、私が初めて東京ガールズファッションショーを歩いたのが東京ガールズコレクションだったので、またそのステージに立ってトップバッターを歩けるくらいのモデルさんになりたいなと思っております。でアートの方ではプレバトという番組に出演させていただいてて、昨年名人初段に昇格することができたので、今年は、名人10段を目指して頑張りたいと思っています。でいずれ自分の個展だとか展示会を開いて、なんだろう、この絵を見て、あ、この絵は平実の絵だなって分かるような絵を見つけていきたいなと思っています。で女優の方なんですけども、女優のお仕事は昨年初めてさせていただいて、その時にやっぱりなんだろう、絵と同じ楽しさをその女優のお仕事に、お芝居に感じることができたので、これから先まだ全然未熟なんですけども、10年20年続けていけたらなと思うようなお仕事だったので、これから頑張っていきたいと思いました。ありがとうございます。小坂です。私は前進という文字を書かせていただいたんですけど、昨年は初めての経験が多くて、地上波のドラマに初出演させていただいたり、たくさん経験したことがあったので、今年は一つの目標として映画に出演するということがありまして、その意味でも次のステージに前進できるようにという願いを込めてこの文字を書かせていただいたのと、あとは高校卒業する年なので、両親に頼り切らず自立するという意味でもこの前進という文字を書かせていただきました。最後の、すみません、最後にめるるさんにお伺いしたいんですが、先ほど浅川さんからもディズニーランド50回なんていう目標が出ましたが、はい、めるるさんは何かプライベートで今年新たにやりたい、挑戦したいこととか。新たに、なんですけど、でもやっぱり食べることが私めちゃめちゃ好きなので、去年ラーメンが自分が好きだっていうのに気づいたので、週一ラーメンを目指して頑張りたいと思います。週一ラーメンってそのプロポーションを持つのはなかなか大変じゃないですか。頑張ります。どこかで抑えてどこかで食べまくります。はい、何味が好きとかあるんですか。鶏パイタンラーメンが大好きです。はい、ありがとうございます。じゃあそうしましたら、お時間になりましたのでこちらで終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。